将棋の藤井聡太竜王名人のファンの方なら誰でも知りたいと思う内容を作成しました。藤井聡太竜王名人の竜王防衛戦に関する内容です。第3局が北九州市の旧安川邸で10月25日26日で開催されました。藤井竜王がこのシリーズ初めて封じ手をしました。前日から2日目までをタイムラインで追ってみました。さあご覧ください。午後2時ごろ、藤井竜王は陸路、伊藤七段は空路北九州入り。午後2時50分、北九州市立市枝小学校を訪問した。交流会で児童からの質問に答える藤井竜王と伊藤七段でした。さあご覧ください。午後3時30分、旧安川邸に到着。対局室の前に広がる底辺でフォトセッションが行われました。午後3時43分、対局室で見分。続いて藤井竜王、伊藤七段の順で前日インタビューに応じる。午後6時、前夜祭。両対局者が決意表明しました。藤井竜王、いい状態。伊藤七段、気持ちを一新。と答えた。10月25日、午前8時48分頃、伊藤七段が対局室入り。少し遅れて藤井竜王が到着、上座に着く。午前9時、立ち会い人の森内俊之九段の合図とともに対局開始。先手の伊藤七段は初手、2、6、歩と飛車先の歩をついた。後手の藤井竜王は、お茶を飲んでから、8、4、歩。午前9時30分、盤面は相掛かりの進行となっている。伊藤七段は飛車先の歩を交換した。午前10時、午前のおやつ。藤井竜王は、福を呼ぶ、福具福もなか、と、北九州、和製コーヒー、焙煎玄米麹。伊藤七段は、ねじめか&コクーマチーズセット、と、北九州産の赤じそジュース。正午、伊藤七段が、5、8、金と上がった手に対し、藤井竜王が考えている。1日目午前から両者とも時間を使う展開で、スローペースの進行だ。午後0時9分、藤井竜王は62分の長考で、5、5、ふと指した。午後0時30分、伊藤七段が35手目を考慮中、昼食休憩に入った。昼食は藤井竜王が、北の海鮮バターライスっちゃ、で、伊藤七段が、エビ香る、関門地だこの冷製乳麺、でした。午後1時30分、対局再開。伊藤七段はすぐに、4、6、銀と指した。午後1時40分頃、藤井竜王が、3、4、歩と角道を当てた手に対し、伊藤七段は、3、5、歩と仕掛けた。午後3時、伊藤七段が3筋から仕掛けた手に対し、藤井竜王は素直に、3、5、同歩と応じた。伊藤七段が46分考えて、同銀と取った局面で、午後のおやつの時間に、おやつは藤井竜王が、ねじめか&コクーマチーズセット、と、市枝アイスティー、で、伊藤七段が、武蔵、あ、と小次郎、よう、スイーツの戦い、でした。午後4時16分、藤井竜王の、7、3、桂馬に伊藤七段は55分の長考で、2、4、歩と打った。藤井竜王の、同歩に対し、伊藤七段は、2、3、歩と打たずに単に、2、4、同銀。午後5時30分、伊藤七段の、2、4、同銀に対して、藤井竜王の長考が続いている。封じ手の時間が近づいてきた。午後6時、藤井竜王が44手目を封じて1日目が終了。藤井竜王はこの手に1時間40分以上費やした。10月26日、午前9時、封じ手は、5、6、歩。対局が再開された。午前9時39分頃、封じ手の、5、6、歩に対し、伊藤七段は37分考えて、同飛車。午前10時、盤上は角交換の後、
藤井竜王が5に一飛車をぶつけた局面。午前のおやつが出された。藤井竜王はクッキー、アシカクッキーとサロンジンジャーエールで、伊藤七段は気分で選べる焼きドーナツセットとアイスラテ濃ゆめでした。午前11時30分、盤面は伊藤七段が3、4の歩を同飛と取ったところ、藤井竜王が考えている。午後0時30分、58手目、藤井竜王が2、2、一飛車を二筋に回った手に対する王将伊藤七段がコール中に昼食休憩入り。昼食は藤井竜王が肉ごぼ天うどん、助さんうどん、伊藤七段が天然うなぎのうな重、田舎庵、小倉本店。午後2時35分、伊藤七段の3、4、歩に対し、藤井竜王は5、7、歩と打った。この手で一気に評価値が互角に戻った。しかし、AI も難解なようで、次の伊藤七段の指し手ですぐに評価値は戻りました。午後3時、午後のおやつ。藤井竜王は、北九州ハニーレモネード、アイス、カフェ&ファクトリー、レモニーと、一枝アイスティー、旧松本亭、の飲み物2種類。伊藤七段は、福を呼ぶ、福もなか、バイエン、門司駅前本店、と、一枝アイスティー。午後4時過ぎ、伊藤七段が、4、8、金と交わした手に対し、藤井竜王は46分考えて、2、9、ひなりと飛び込んだ。伊藤七段はすぐ、3、3、ふなり。午後5時、終盤戦竹縄。藤井竜王が、3、2、金とした手に伊藤七段が考えている。両者ともに残り時間は1時間を切っている。午後5時44分、伊藤七段の残り時間が10分を切った。秒読みの声が対局室に響く。午後6時15分、伊藤七段は1分将棋に。藤井竜王は30分以上残している。午後6時21分、伊藤七段投了。96手で藤井竜王の勝ちとなり、シリーズ3連勝。竜王3連覇と八冠堅持まであと1勝とした。終局後一問一答、藤井竜王、手の広い展開、伊藤七段、踏み込まれて負けと思った。旧安川邸から車で10分ほどの会場。大勢のファンが集まり、藤井竜王と伊藤七段が登壇すると大きな拍手が起きました。隣龍馬七段と藤井七女流初段が迎え入れました。午後6時45分頃、藤井竜王と伊藤七段が大盤解説会場のウェルトバタに姿を見せ、ファンの前で挨拶した。次頑張れと北九州の大盤解説会場で伊藤七段にエールが送られた。午後7時5分、両対局者が対局会場に戻り、感想戦を始める。午後7時35分、旧安川邸に戻っての感想戦では、中盤戦、終盤戦が検討されました。冴えなかった、と伊藤七段。自信はなかったです、と藤井竜王。時折、笑みがこぼれていました。感想戦は30分ほどで終わりました。藤井竜王、伊藤七段は対局会場を後にした。最後にお願いがあります。2023年の藤井竜王名人の八冠達成をお祝いし、また一般棋戦4つを再びグランドスラム、さらに非公式戦でも勝利してほしいと思う方に、今後も藤井聡太竜王に関する情報をお伝えするためにも、最後まで見て忘れずにチャンネル登録とメンバー登録とグッドボタンをプチッとお願いいたします。次回の動画でお会いしましょう。